塩ラーメン部門で県内1位になった。ラーメン店、気になりませんか？麺屋有賀に行ってみようか？このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。静岡鉄道静岡清水線入江岡駅より、徒歩3分、桜ヶ丘高等学校の、目の前にあるラーメン店。清水区鳥坂より移転しました。桜橋の交差点を南に向かうと、左側にお店があります。以前の店舗は台風の影響で、巴川の氾濫や断水で損害を受け、移転することになりました。被災時店内は140センチの高さまで、水が入ってきたのだそう。鳥坂地区は何回か？こういうことがありました。以前はラーメン店が3軒並ぶ、真ん中だったんですよね。開店前から行列のできる人気ラーメン店でした。私もコメントさせていただいている究極のラーメン2022静岡版第4回究極のラーメンアワード、塩ラーメン部門で1位になっています。1位ってすごいですよね。移転先は店主さんの知り合いがフランス料理店を営んでいた店舗、清水鉄工機械工業協組というビルの隣になり、駐車場もそちらの目の前にもあります。案内の看板がありました。静岡市清水区入江岡町 15-26、 外回りは以前のフランス料理のお店と同じかわかりませんが、めちゃめちゃおしゃれな空間。こんなラーメン店見たことないです。ここだけ見たら、絶対ラーメン屋とは思わないはず。店内はカウンター7席。4人掛けテーブルが3つあり、以前と比べて広くなりました。6人くらい座れそうなテーブル席あり、それにしてもおしゃれな空間です。移転前の店舗で書かせていただいたサインも飾ってくれてありました。店主さんと同級生という有名アナウンサーのサインもありました。リピ塩とリピ餃子とミニチャーシュー丼。大盛り無料なので大盛りにしてみました。トッピングはチャーシュー、味玉、メンマ、ネギ、糸唐辛子など。リピ塩という名前はお客さんがリピートしたくなるような美味しさを目指してつけられました。スープは鶏ガラと豚骨をベースに野菜や魚介類を煮込んでじっくりと味を引き出した澄んだ塩味のもの。美しい色をしていますね。塩味なんですが、かなり濃厚な出汁感が味わえます。いや、これは本当に美味しい。みりんが隠し味で入っていて
ほのかな甘みを感じます。コクと深みがあり、後味もすっきりとした味わいが特徴。細縮れ麺は国産小麦を使用したもの。このあたりは開店当初と違ったものになっています。進化しているんですよね。喉越しがよく、つるつるっといただけます。やけに麺の量が多いなと思ったら、大盛りにしたの忘れてました。豚バラロールチャーシューは分厚くて食べ応え抜群、柔らかくて半端なく美味しい。チャーシュー増ししたかったのですが、この日は残念ながら売り切れ。リピシオは濃厚でコクがある一方で、あっさりとした塩味のバランスが絶妙で、飽きずに何度でも食べたくなる美味しさがあります。ミニチャーシュー丼は、細かく刻んだチャーシューが溢れそうなほど乗っていて、ネギがかけられ、マヨネーズと漬物が添えられます。このチャーシューにタレが染み込んでいてめっちゃ美味しい。マヨネーズとの相性も最高。ミニとはいえ結構な量あったのは嬉しい限り。下のご飯までタレが染み込んでいて美味しい。これが平日ランチタイムはプラス200円で食べられるとは、メニューにあった満腹チャーシュー丼も気になる。そしてリピ餃子、水餃子のことですね。皮が分厚くてもちもち感が半端ない。具材には肉と野菜が使われています。ジューシーで美味しい餡がたっぷりと詰まっています。黒酢につけていただきます。キリッとした酸味がたまらない。最初梅かなと思ってしまった。噛むと中から肉汁が出てきますが、この量が半端ないです。さすがにこれだけ食べれば腹パン。次回はリピシオデラックスにチャーシュー増ししてみたいですね。静岡市清水区入江岡町の麺屋ありが、桜ヶ丘高等学校の目の前にあるラーメン店。清水区鳥坂より移転しました。移転先は店主さんの知り合いが以前フランス料理店を営んでいた店舗。外観も店内もおしゃれな雰囲気。ラーメン店とは思えない。木のテーブルが素敵です。カウンター席とテーブル席あり、究極のラーメン2022静岡版、第4回究極のラーメンアワード、塩ラーメン部門で1位になっています。リピ塩とリピ餃子とミニチャーシュー丼。スープは鶏ガラと豚骨をベースに、野菜や魚介類を煮込んでじっくりと味を引き出した澄んだ塩味。コクと深みがあり、後味もすっきりとした味わいが特徴。細縮れ麺は国産小麦を使用。チャーシューがとんでもなくうまい。ミニチャーシュー丼は細かく刻んだチャーシューが溢れるほど乗って、マヨネーズと漬物が添えられます。タレが染み込んでめっちゃ美味しい。
マヨネーズとの相性も最高。リピ餃子は皮が分厚くてもちもち、ジューシーで美味しい餡がたっぷりと詰まっています。酸味があるタレと相性抜群、行列も納得なお店なのです。